こんにちは皆さん中山茂樹です YouTube の投稿を3日ぐらい休んでたんですけど僕この3年間ぐらいずーっと毎日ほぼほぼ毎日動画を撮って編集して撮影してアップロードしてたんですけどまああのちょっと疲れ果ててまあ色々あってそれでちょっとこう休んでたんですけど3日4日休むとなんか逆に頭がクリアになってなんかこういうこともやりたいなとか めっちゃ元気になりましたやっぱ休むのって大事なんだなってなんかもう1,000日ぐらいずっと動画のこととかやってたからまあ当たり前ですけどなんか一回こう本を読んでいろんな本を読んでみて自分のちょっとやりたいこととかを整理して書き出したりしてなんか今めっちゃ元気になって逆にこう動画投稿も頑張ろうってなんか休むの大事だなって思って。 毎日投稿はできないと思うんですけど、まあ、ぼちぼち上げていきます。そんな感じで、それでは。まあ、今めっちゃ元気になってます。から元気かもしれんけど、まあ、できることやりたいと思います。それでは。